似てません。事態が急転直下すぎるわ。なんやねん。いや、実はですね、クラスの友達にゆかりちゃんってゼルダに似てるよねーって言われたんです。というわけで似てません。そのお友達とやらはこのアホに何吹き込んどんねん。いやでもこいつなぜかこんなのや顔やし、正直に言ったらショック受けてまうかもしれんしな。ここは適当に話を合わせて褒めてあげるのも大人の対応として適切かもしれん。ミトランはボケ。辛辣。いやでも待ってください。ちゃんと見てください。ちゃんと見たるわ。ほら、比較すんな。ほら、ちょっと重ねんな。ほら構成すんな。一致してる部分ねえじゃねえか。てか、お前の目と口のエッセンス強すぎやねん。勇気あんのか。つまり私はゼルダ姫に似ていると言ってますか。一言のミトランは、何が詰まったらその思考へ展開するねん。大体いつもあんたがボケ倒すから、うちはツッコミが大変やねん。重労働やねん。実況をするときはペース配分を考えてヒートアップしすぎよう調整していこうと何度言うたらわかん。というわけでスマブラやっていきましょうかね。唐突。まあ最近の流行りやしええか。ね、今回はどんな感じでプレイしていくんや。まあ初回ということで、とりあえず勝ち上がり乱闘をプレイしていきましょう。勝ち上がり乱闘。はい、用意された敵と戦っていき、最後のボスを倒したらクリアのモードです。前作までのシンプルモードみたいなものですかね。ほう、確かに初回としてはええな。わかりやすいし。じゃあ、あかりちゃん HP ね。私 2P でプレイするので、次はプレイキャラを選択しましょう。私はもちろん、カムイさんでプレイしていきます。ゼルダ使えや。え、じゃないわ。なんでそんなキャラ天道地みたいな面構えしとんねん。冒頭で散々ゼルダフラグ立ってたやん。まあ、そこはあれですよ、ライブ感ですよ、気分ですよ。後半本音がダモレやん、たく。まあええわ。じゃあうちがゼルダ使うで。オッケー、了解。レッツラゴー。大丈夫かいな。お、なんか謎の画面出てきたな。これは何？これは難易度設定ですね。本気度が高いほど難しくなります。なるほど。まあ私たちは初心者なので。せやな。とりあえずマックスのこと行きましょう。なんでやねん。まあ、ものは試しですよ。いけるいける。大丈夫かいな。おー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 おお、元気いっぱいやな。さあ、開幕はお互い様子見といったところでしょうか。チリチリとした緊張感が会場を包みます。テンション高いな。さあ、私突っ込みます。華麗に突っ込みます。お、なんだこれ。えおー、すごいな。今はこんなアイテムあるんや。何を悠長に構えているんですか。今かチャンスですよ。タコ殴りにしておしまい。ゆかりちゃん、キャラ変わったな。て、全然当たっとらんやん。ペルペル。あ、くす玉きますね。おーおーおー、ご飯のお時間です。食べましょう。と見せかけて群がる割にタコ殴り。ゆかりちゃんは元気いっぱいやな。さあ、ダメージも溜まってきたし、これで、しまいや。ヒュー、ゆかりちゃんやる？うん、せやろ。さあ、お次の相手はクッパさん。いい感じの凶悪面を見せつけておりますが、特に見どころもないので瞬殺します。うちが倒したで。お次の相手はミーファイターですね。ほ、最近のスマブラはミーまで参戦するようになったんか。さて、ミーといえば皆さんもご存知。はあ、お父さん、ひき殺し事件ですね。ご存知でないわ。殺伐としすぎや。何の話やねん。いやーね、ミーってやっぱり最初は知り合いの顔とか作成するじゃないですか。まあ、せやな。私はとりあえず身近なところで、家族全員のミーを作成したわけですよ。まあ、ありがちやな。そこでプレイしたのはマリオカート。なんとそこには、作成したミーを障害物のギミックとして扱うコースがあったんです。ああ、なんかあったかもしれんな。ミーのやつか。そこに立ちはだかるは、私の家族たち、みんなギミックに乗り、中から笑顔でこちらを見ているんです。そしてレースが始まると、みんな左右にめっちゃ動き始め、通過しようとするカートを引っ殺す。笑顔で引っ殺す。怖すぎ。あれは恐怖でした。一緒にプレイしていた友達が肉親に笑顔で引き殺される恐怖。あれはマリオカートでしか味わえない恐ろしい体験でした。そうか。お次はキングクルールやな。余裕ですよ余裕。向こうは一人、こっちは二人。多勢に無勢のボコボコタイムに突入。手サイズでかすぎません？確かにな。まあうち、とりあえず遠距離から横 B してるんで、あとよろしく。で、出た、ゼルダで横 B こすりまくりなやつ。はん、それがゼルダの常套手段や。遠距離、中距離の横 B スタビーが強いんやから使いまくらんでどうするんや。とかなんとか言ってる間にクラーどん、話聞けや。クルールさんね、ヒン向きすぎじゃないですかね。そしてゼルダさんめちゃめちゃ驚いてるじゃないですか。かわいい。うわうざ。なんかこの表情興奮しますね。急に新たな扉を開いてくのやめろや。はい、ダクサムは瞬殺していきます。テンポええな。はい、お次はおめめ中血集団です。しばしりすぎ。って、相手4人もいるんですけど、ちょっときつくないですか。せやな。でも負けるわけにはいかん。気合入れていくで。奴らいても撃たる。奴ら何つ食べる。言ってねえわ、そんなこと。どう猛すぎるわ。私の無敵の立ち回りを見よう。お、調子良さそうやん。まあ、所詮はコンピューターですからね。私の高度なテクニックを駆使した無学のプレイングは、コンピューターの脳を指先一つで断。ごめん。おいー、何やっとんねん。うちあんまりスマブラ得意じゃないねんで。まあ、いけるいける。へへへへ。しばき倒すで。お、でもいい感じじゃないですか。プログレンダで逃げつつ戦えてる感じや。よーし、このまま。ちょい、ハメやろ、これハメ。ああ、ワロス、しばき倒すで。で、あかん、吹っ飛ばされてもうた。いけるいける、絶対いける。なんで諦めるんだ、そこで。任せろや。こんなんプロルの風で一つ飛びや。お分かりいただけただろうか。うわぁ！
ドンマイ、さすがにあれはきついで、そんなあなたに朗報です。金を払えばもう一回プレイできます。さよか、小さい子供にも資本主義の根本を叩き込むことができる厳しいゲームやな。世の中金ですよ、金。否定式レンジ分が憎いわ。ついにラストや。お前はビーフストロングカノントロフ。誰やねん。ほらお肉がトロトロしていて、ちょっとハヤシライスっぽい。それはビーフストロガノフやドアホ。こんにちは。なんか急に喋り始めたんですけど、無駄に凝ったテロップ入れるのやめろや。てかお前邪魔で画面見えないやろ。さあ、ラストですから気合い入れていきましょう。せやな。てか、普通のカノントロフ一人ですか。せやな。背景は、時のオカリナのラストっぽい雰囲気や。これは原作ファンはテンション上がるで。そうですね。しかし、トロフちゃん一人ではパワー不足です。私の魅惑のテクニックでシュンクロしてあげましょう。痛い。何結構食らってんねん。でも倒したじゃないですか。余裕ですよ余裕。うへへ。いや、なんかでかくなってるで。なん、だと。助けて、ビーフストロングカノントロフ。呼びました？呼んでないわ、帰れ。我の名はビーフストロングガノンドロフ。実在したんかいビーフストロングガノンドロフ。スパーキング。やかましい視界に入らず弾けろ。どうも肩からワックスモデルです。前にいたっては何やねん。あだ名は肩からバニラエッセンス。よろしく。うるせえ。大丈夫か。こいつ、攻撃機関でこのガノンドロフ、継承からして、時のオカリナのガノンドロフですね。それを踏まえて考えれば、こやつの弱点は尻尾。なんか色の弱点っぽいですから、そこを集中的に叩いていきましょう。なるほど、了解や。もう、なんや、なんか爆発してガノンがダウン中です。今かちゃん、タコ殴りにしておしまい。おっしゃ、やったるで。うおーすごい、一気に、3分の1くらいのダメージを与えられました。感じや、このまま押し切るで。このガノン、攻撃範囲広いので、初見は避けるの難しいですね。ちょっとパーセンテージがレッド信号です。頑張れ、あと半分や。なんとか遠距離から安全に戦いつつ、うまく仕留めるんや。うわマジか、ほらあかんな。いやでもやるしかないな。一人はきついがなんとかゆかりちゃんのためにも気合い入れて仇を打ったる。うわはい、亀の力、オッケーや、札束でガノンの頬しばいたる。うははははは、完全復活。もう何も怖くない。見ろや、これが亀の力や。もう、なんやそのぶっといビームは。だがしかし、そんなもの食らっても全然平気や。亀の力は無敵や。またやられてももう一回復活したる。よっしゃ、チャンス到来。よっしゃ、ダウンしたで。うん、さすがあかりちゃん、やるー。せやろ。よっしゃ、あとはしばくだけや。ひひー